皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日はですね、またちょっとメイク関係ない動画になるんですけれども、実は髪の毛を染めてこようと思います。イメチェンをしようと思って動画を回しています。コロナのこともあるので、ちょっと美容院に行くのも迷ったんですけど、気をつけながら行ってこようかなと思います。どんな感じになるのかはちょっとまだ秘密でお楽しみなんですけど、はい、今日はそんな感じの動画で行きたいと思います。全然ためになる動画ではないんですけど、自分の記念として Vlog 風に残してみようかなと思って動画を撮っています。はい、そして時間がね全然今ないので、もう早速ね行きたいと思いますので、行ってきまーす。はい、まだ家なんですけど、早速それではね、行ってきまーす。はい、ではもうすぐ、ね、美容院に着きますので。はい、今、美容院の、ね、エレベーターです。もう着きました。楽しみ。まだね、住める前で、ね、こんな感じで。もう後で動画にしようかなと思ってて。結論、ちょっと明るくしすぎました。多分見慣れてるか見慣れてないかっていう差もあるんですけど、ちょっとその目標にした色が明るすぎて、メイクもやっぱ結構変わるんですよ。例えば眉毛もめちゃくちゃ明るくしてるし、肌の色もすごいいつもより明るくしてるし、全体的にすごい明るくしてます。いつも通りのそのメイク紹介しても、この髪色だと結局なんかあんまりよくわかんないなっていう方が多分多くなっちゃうと思うんですよ。なんでこんな感じで期間限定でちょっと金髪なんですけど、また少ししたらもうちょっと落ち着いた感じの明るめのブラウンに変えようと思います。なんでこの色にまずそもそもしたかったかっていうと、暗い髪の毛だったりとかブラウンにちょっと飽きてきちゃってて、で人生で一回こういう髪型ってやってみたいなって思いませんか？私結構憧れがあって、まあ、今の仕事タイプちょっとできるなと思って染めてしまいました。なんか最近ね、仕事関係でお会いした方が割とみんな髪の毛明るい方が多くて、めちゃくちゃ可愛かったんですよ。それに影響されたっていうのも結構大きいです。ただ全然なんかこの色にしたことに後悔してはないんですけど、もう少しだけ落ち着かせようかなと思っています。せっかくなのでこう近くで見ていただくとこんな感じになっています。まずね、この髪色にするにはブリーチは2回しています。ブリーチ2回プラス上からベージュとかの色をちょっと入れています。ブリーチだけした状態だともっとオレンジというか黄色みたいな色なんですけど、上からこの色を入れることによって黄色というよりかはちょっと金色みたいな感じになります。髪の痛みなんですけど、多分昔に比べると痛みにくくなっているんですけど、やっぱり痛みがないってことはなくって、ただブリーチした後の状態って髪の毛のキューティクルがこう開いちゃってるらしくって、でその開いてるのが少し時間が経つと収まってくるらしいんですよ。なんでそうするともう少し手触りだったりとか今感じているような痛み感はちょっと少なくなるって言ってたので期待しているんですけど、やっぱね、どうしても痛みはあります。もうそれはでもしょうがないと思ってて、もうバシバシで仕方ないわみたいな、そんな感じではないし、ちゃんとまあケアしてあげれば大丈夫かなっていう気はします。はい、こんな感じでもう別人みたいになっちゃったんですけど、まあこのくらい明るくしたからこそ次入れる色とかは多分めちゃくちゃ綺麗に入ると思うし、もうちょっといろんな色を試したいなと思っています。他にないくらいのイメチェンなので、気分変えたいなっていう方はやってみてもいいかもしれません。はい、ということで本当急にちょっと驚かせてしまったんですけれども、私は髪の毛を染めました。ここからしばらくの間はこんな感じの色なんですけど、まあぜひ変わらずに見ていただけると嬉しいです。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。